二宮から松山ピックを使う、松山からゴール下、菊池左も見ながら自分で仕掛けていく、バウンズパス通してチェニケ、高橋バウンズパス、橋本フェイク入れてから外、村上のスリー、菅智信、アレルソンゴール下、チェニケが来た、エンドワンです。今日もリング下で無類の強さを誇りますグレゴリエチ、鎌田パス、押したチャップマン、長谷川智也を使います、ゴール下チャップマン、半身で相手を押し込んでいきます、左のコーナー振って松山、スリー決まりました、4分の1という成功数でした。スティールからチョン・ギボム、パスにしてエチェニケだ、エンドワンです。外に振って松山、またスリーポイント、バンパスで松山、バツを使った、バツバツ押し込んでいく、バツフックショット決まりました、正和からハーパー使った、ハーパーハーパーターンしてハーパー来た、2連続得点です。昨日は10のリバウンドを記録していたアイザク・バッツです。またはノールクのパス、菊池が来た、逆転、第4クォーター2本連続で菅野がスリーを沈めてきました。ワンズパス受けてチャップマンだ、さあ第4クォーターも残り半分です、来ました、松山の得点です。スウィンからアレルソン、外を預けて橋本、スリーポイント、2本目落としてこれを拾ったのがチャップマン、ここでブザーが鳴って試合が終わりました。試合終了です。